ソ連ンは雑誌電撃ジーズマガジン連載の読者参加企画。また同企画から派生したメディアミックス作品の総称。2002年10月号から2005年10月号まで連載。双子の姉妹と同時に恋人関係になる二股を容認した不思議な三角関係を描いた双子萌えを前面に押し出した読者参加企画。そのコンセプト上。 市場ゲームや PS2 ゲーム版などでは、双子の姉妹と三角関係を結ぶことが大前提になっており、例えば双子の姉一人のみと付き合うなどの選択肢は、公式上、存在しない。また、姉妹でもそれぞれで異なる、性格、思考を持つため、それを逆手にとって、市場ゲームではそれぞれにふさわしい回答を求めたり、PS2 ゲーム版では、複数のイベントを経て、 姉妹の好感度のバランスを取らなければならないなど、本作ならではの趣向を凝らした内容になっている。キャラクターデザインは、佐々木睦美、企画、シナリオは、双葉ひな、デフォルメイラスト及びショートコミックは、金閣寺プルルが担当した。佐々木は、かつて、ジーズにて連載していた、読者参加企画、ハッピーレッスンのメインイラストレーターも務めていた。同じイラストレーターが、 複数の作品のメインイラストレーターを務めるのは、女神天国、聖女神天国の子を実明宏以来二人目である。ジーズでは、シスタープリンセス終了後の主力として位置付けられ、同作の連載終了後に、様々なメディアミックス展開を行った。テレビアニメ第二作、二恋オルタナティブは、第九回文化庁、メディア芸術祭にて、審査委員会推薦作品に選出された。 日の表記がないものは、その月に発売された電撃ジーズマガジンにおける出来事である。ごく平凡な中学2年生である主人公の前に突如として現れた二人の美少女。顔も髪型も服装もそっくりな双子の姉妹である彼女たちは口を揃えていった。私たち、あなたに一目惚れしちゃったんです。お願いです。付き合ってください。さらに二人は、 驚くべき言葉を口にする。私たち、いつも一緒にいたんです。だから、二人一緒じゃダメですかこうして、双子の美少女と同時に付き合う、奇妙な三角関係がスタートしたのだった。初期から登場する5組の双子と、2004年のゲーム化に、採取て加わった1組の双子、計6組12人が、本作のヒロインとなる。 電撃ジーズマガジン上の連載は2002年10月号2005年10月号までの3年間であった。以下ではその連載に関して述べる。2002年10月号から2003年9月号までの連載では読者参加ゲームとイラストが交互に掲載された。この時期の読者参加ゲームでは参加者は5組の双子から1組を選び、その双子とある状況になった時に、 どのような行動をし、それに対して二人が、それぞれどうするかを選ぶ方式であった。状況は、各姉妹共通で、行動は、各姉妹に対応する5つがあり、反応は10通りで国民10人にそれぞれ対応しており、参加者は、自分で選んだ姉妹に対する行動とそれに対する、反応が選んだ姉妹のものと一致すれば商品が、もらえるという形式であった。 イラストの回では特定のテーマにあったイラストが掲載され、2003年3月号からは、この各双子のプロフィールを当てるクイズ、双子白書も開催された。また、双子白書と並行する形で、キャラクターファイルが掲載された。正解発表の回では、その回における参加者数が、姉妹ごとに集計され、順位も発表されたが、この順位は、 すべて白章一条桜月千草ひなぎくであった。相当票数は第1回が5628票、第2回が5290票、第3回が3699票、第4回が3026票となっている。2003年10月号では電撃ジーズマガジンの書面自体もリニューアルされ、この号から本作のキャラクターが表紙に描かれることになった。 また、同号から読者参加ゲームもリニューアルされ、舞台となるイベントは同じだが状況が姉妹ごとに異なるものとなり、回答は5つの中から2つを選ぶという形式となった。この第2期のルールでは両方とも正解しないと、商品はもらえなかった。第1回の畜産姉妹における正解は、本作の読者参加ゲーム史上唯一2人とも同じ行動であった。また、 読者参加ゲームの合間には、コミック、総恋から、ツインズラブストーリーズマイナスとノベル、総恋から、ツインズワンダーライフマイナスが掲載された。なお、連載リニューアルの2003年10月号で、最初のゲーム化、総恋二恋が発表され、後に2種類のアニメ化も発表された。また、ゲーム化に関する情報の中で、新キャラクター桃井姉妹も発表され、 第2期読者参加ゲームの最終回である2004年8月号では、桃井姉妹も登場した。また、同号の読者参加ゲームは、回答3つ選ぶことができた。この第2期でも、人気順位は、第1期と同様すべての会において白賞一条桜月、ちぐさひなぎくとなり、最終回では、桃井姉妹が桜月姉妹の上という結果であった。 総投票数は、第1期最終回が4823票、第2期第1回が4208票、第2回が3348票、第3回が3729票、第4回が3507票、第5回が3437票、最終回が3308票だった。開始時に5600票あった。 投票数はその後は3500票前後で推移しており、伸び悩みは明らかであったと言える。なお、この第2期連載のコミックと読者参加ゲームは、そう濃いビジュアルズに、ノベルは、そう濃いノベルズに収録されている。2004年11月後からはそれまでの読者参加ゲームとイラストが交互という構成ではなく、イラストとコミック、ソーレン、ツインズラブコメディの連載となった。 イラスト連載は前半の6回が隠姉妹の日常を描いたもの、後半6回は総連島恋と水着のサバイバルのダイジェスト的なものとなった。コミックは以前から読者参加ゲームのコミックを担当していた金閣ジプルルによる。また、この第3期連載の最初4ヶ月間では第2期連載のコミックをボイスドラマ化した CD や総恋二恋の体験版。 白小姉妹のフィギュアがジーズの付録となった。また、同時期に発売された電撃アニマが14号では桜月姉妹のフィギュアが付録となっていた。なお、この第3期連載のイラスト及びコミックを収録した総行イビジュアルコミックスが2005年9月30日に発売されている。また、壮蓮島恋と水着のサバイバルの発表と時期を同じくしてファンページ。 二コミが開始され、2005年10月号で本編の連載が終了した後も、二コミは続いていたが、2006年5月号で終了となった。電撃ジーズマガジンがリニューアルし、連載が第2期に入った2003年10月号で、一本目の総恋二コイが発表され2004年12月に発売された。その後、2005年に新たに二つのゲーム作品が、 発表され同年に発売された。2006年3月に、ソーレン・ソーレン島、恋と水着のサバイバルの2本を統合した連価版、ソーコイ・ソーレン島ソーレン・コレクションと、コイオルタナティブイと少女とマシンガンの連価版が発売された。2004年12月9日にメディアワークスより、プレイステーション2用ソフト、ソ総恋コイ恋が発売された。放実するアニメ、 ソーレンと異なりほぼ原作のゲーム化に等しく、アニメ版よりも評価が高い、舞台設定的には共通する部分がある。ゲーム中の期間は中学2年の4月から7月で、この間の数日を一つの話とした全11話、構成。基本システムは一般の恋愛アドベンチャーゲームと同じだが、双子と会話をする際に画面画に分割される場合があり、この会話が終わった時に、 両者のバランスによって好感度が算出されていく。また会話によっては途中でタイマーが出現し、的確に素早く答えることで好感度をさらに上げることもできる場合がある。また、ストーリーの途中でジャンクションと呼ばれる特殊な選択肢が出現することがあり、これにより次の話が誰のものになるかを変更することもできる。 登場人物スタッフ2005年8月25日に総連島恋と水着のサバイバルがメディアワークスより発売された。時期設定としては総恋二恋の直後となっており、その意味では続編とも言える作品であるが、本作は無人島を舞台としたサバイバル的要素を含む内容である。本作に登場する水着や服、小物といったアイテム類のコンテストが、 発表閉じ期を同じくして開始されたファンページ二コミの企画として開催された。本作では理由不明のまま無人島に流れ着いた主人公プラス六組の姉妹が以下に挙げる1日の進行を繰り返しつつ10日間島を探検していく。エンディングを迎えた後の状態を記録することで次のプレイで残っていたアイテムを引き継ぐという特徴がある。また内容としては 総恋二恋とは独立しているが、繰り返し、プレイの際に、同作のセーブデータがあれば、同作のイベントのうち一つを見ることができる。以前電撃アニマガの付録として、桜月姉妹、電撃ジーズマガジンの付録に白小姉妹のフィギュアが付いていたことがあるが、本作には一条姉妹のフィギュアが同梱されている。キャラクター及びスタッフについては、基本的に、総恋二恋と同様、 ただし、サブキャラは外装で出るものもいるが、基本的に登場しない。戦術した通り、2種類のアニメ化が発表され、ソーレンは2004年10月から12月の間、二恋オルタナティブは2005年4月から6月の間、放送された。アニメでは1作目となる、ソーレンは2004年10月同年12月の間、テレビ、東京系列4局にて放送された。全13話。 なお、戦術のゲーム、総恋二恋とは、年代設定、舞台設定などに違いがあるが、主人公の下宿先が、総早指示であるのは、共通している。ラブコメである原作やゲームと違い本作は、中学生の青春物語となっている。主人公が、幼少時代に住んでいた街に戻ってきてからの1年間を、描いた作品。 一クールの中でのストーリーのまとまりを保つために、六組の双子のうち、桜月姉妹と一条姉妹との関係をメインに描いている。白小姉妹は最終話を除けば、中盤の八から九話にしか登場しない。プロデューサーとして携わった高野望未儀、ジーズマガジン編集長は、2004年9月7日に行われた、シダック2004での講演でアニメ化により、 テレビを巨大な広告塔として使いたい。古典的ラブコメという王道に戻り、アニメの客層を取り込む。これにより10歳代の開拓を目指すと発言しており、そのコンセプトに基づき、制作には、美少女アニメとは遠藤伊子さんスタジオの、テレコムアニメーションフィルムとベテラン女性脚本家、コンパルトモコが起用された。 放送終了後の2005年1月26日から6ヶ月間に2種類の DVD が発売された。ボックスでは上巻が1から6話、下巻が7から13話、DVD 単品は1巻が1から3話、それ以降は2話ずつの収録である。また2月28日には本アニメのノベライズ版、そう行い双子たちといった季節が発売されている。あらすじ主人公のむは、 幼い時に母を亡くしそれ、以来父親と二人暮らし、その父親が仕事でハワイに転勤することになり、それを機に昔住んでいた町に帰ってきた。町を歩いていたら、桜月姉妹と偶然出会い、さらに幼馴染みの一条姉妹や、下宿先のひなぎく姉妹など会う女の子はみんな、双子ばかり。どうもそれには、下宿先である、総葉やにある、 双子塚が関係しているらしい。登場人物スタッフ主題価格はリストタイトルの後ろの数字は、総行い双子たちといった季節における、章割において対応する章の番号。放送局2004年7月4日より2005年3月27日まで文化放送をキー局として、アニラジ、ムギュッと、総行いが放送された。パーソナリティは、伊月ゆい、小清水亜美 門脇舞の三人、ラジオ大阪が、アニプレックスアワーハガレン放送局となり、シスタープリンセス、お兄ちゃんと一緒以来続いた東名阪と、BSQR の同時放送は、この番組をもって解消された。2004年9月25日に東京ゲームショー2004のステージに、桜月一条両姉妹と白昇壮樹の担当声優が出演し、アニメ、ソーレ連やゲーム、 そう恋二恋のプレビュー公開やミニライブなどが行われた。この時に一条、カオルコ役の堀江ゆいに対してファンが挙げた規制が話題になり、このことが紹介されると芝叩たたく間にこの規制がネット上で流行した。その反響は2005年9月にこの規制が現代、用語の基礎知識に収録されることが発表されたほどである。 2005年2月12日にライブイベント、ソーレンライブ、バレンタインパニックが開催され、メインとなる6組の双子の担当声優が、隠姉妹のイメージソングなどを歌ったほか、ユーフォニアスもアニメ、ソーレンの OPED 曲を歌った。このライブの場でアニメ、双恋オルタナティブの正式名称や、双恋双恋の流れを組む、ゲーム作品、ソーレン島、恋と水着のサバイバルも発表された。 なお、このライブの模様を収録した DVD ソレンライブバレンタインパニックが2005年6月22日に発売されている。ありがとうございます。